最悪や、広島や。はい、ということで、今日はね、僕のゼミ旅行の行き先が広島市になったという話をしたいと思います。で、まあ、ちょっと軽く説明しておくと、僕は大学4年生でね、で3年生の時から今のゼミに入ってて、そのゼミっていうのがね、日本の近現代史を学ぶ。近現代っていうのは、まあ、大体明治ぐらいから大正昭和ね、昭和戦争とかもいっぱいあって、平成で今、近現代、そのあたりのね、時代を、日本の歴史を学んでるっていう、そんな感じのゼミなんですけど、そのね、ゼミで、まあ、今まであんまイベントなかったんですけど、大学4年生のこれ秋にして、ついにね、ゼミ旅行をするってことで、先生から案内が配られて、そのプリント見たら、日帰り旅行、広島市のご案内と書かれてて、最悪や、広島や、と思いました。はい。で、なんで僕が最悪や、広島や、というのかというと、これはね、僕が一回広島に行ったことがあるっていうのがまあ大きいですね。僕はね、一昨年ぐらいかに広島に行きました。セカオワのライブがあってね、その時は行って、冬だったですけど、まず最初にね、宮島行きましたね。厳島神社ね、日本三景のうちの一つの宮島をね見て、それから原爆ドームもちろん行きましたよ。平和資料館行ってね、でラーメンとかね、あとお好み焼き食べましたね。広島風お好み焼きって言ったら怒るらしいですけど、あのお好み焼き、広島のお好み焼き食べて非常に楽しみました。その時も日帰りだったんですけどね。で、心残りがあるとすれば、まあ僕はだから日本の近現代史学んでるって言いましたけど、呉ね、呉市のまあ海軍の基地とかね、呉見たかったなとか、まああとは尾道とかね、尾道ラーメンとかあるし、尾道もまあまあ綺麗な景観残ってるから行きたかったなとか、まあ心残りがあるとすればそんな感じかなっていう。なんでまあ広島といえどね、そのまあ広島市でなければ、ね、呉とか尾道とかやったらまあ行ったかなって感じなんですけど、広島市2回目はちょっと最悪やな、最悪や広島やっていうのはね、僕のね、そのゼミの日帰り旅行の行き先が、その広島市だったということですね。広島市はだから、そのゼミ旅行のね、まあ、工程としては、まずね、新幹線がね、新大阪から広島まで自腹、新幹線で来いということで、まず高いじゃないですか。新幹線高いね。で、着いたら昼食、そのお好み焼き代は、なんか払ってくれるみたいです。お好み焼きね、昼に食べるらしいんですけど、それはなんか、おごるわ。先生がね、それぐらいご馳走させてください、みたいな感じだったんですけど、別にお好み焼きだけ無料でちょっと行かへんなーっていう。で、その昼食後、平和資料館、ね、原爆ドームあたりを見学して、で、その後なんか広島城行くんかな。で、広島城までの間に時間があればお茶しますけど、そのお茶代もまあ、ご馳走させてくださいみたいな。だからまあ、向こうでの飲食は先生が出してくれるらしいんですけど、往復の新幹線とかは自腹。きつくないですかこれ。めちゃくちゃきつい。で、日帰りで広島、僕行ったんですね。行ったんですよ。なんか宿泊してもね、呉とか、わからんでもないわ。うん。一泊して呉、尾道とか見る、やったらまだね、考えたけど、日帰り広島弾丸で、それから平和資料館見て広島城、近現代史すぎるって。その、むっちゃ学びに行こうとするやん。で、まあ、その、僕がね、こう伝えたいというか、その、湾曲して捉えられてほしくないのが、その原爆とかを軽視してるとか全くそんなんなくて、本当に悲惨なね、ことだったし、良くないですよ。うん。で、後世に語り継ぐべき、残すべき、まあ貴重な、まあ遺産だと思う。そう、原爆ドームとか平和資料館の展示内容とかは、本当に学ぶべき、大事なことだと思いますよ。ね。で、1回だけじゃなく2回3回行くべき。これわかる、わかるけど、わかるけどね、わかるけど、これがあることによってね、広島がいじられにくくなってると思うねんな、俺。うん。いや、その、いじるとかいじらんとか、まあ、その、ないと思うねんけど、正直ね、2回目行くは、ちょっと、2回目はちょっとなーってね、思わないですか？これはまあまあ、その、なんやろ。ほんまに、その、命を軽視してるとか、マジでそんななくて、ほんまマジでそんなんないんすよ。で、僕も広島城とか見たことないから、行ったらいいと思うんですけど、まあ、城興味なくてね、正直。いや、まあ、城の公園とかの雰囲気は好きやし、そうなんですけど、いや、まあ、まあ、なんか地元に姫路城とかあって、姫路城の方がすごいしな。まあ、城のなんかね、作りに違いとかあるんやろうけど、まあ、なんか大阪城とかの方がね、近いしとかなんか思って、てまうな別に。で、まあ、いろいろほんま城のね形とかあって、その作りとか石垣のねなんか感じとかなんかあるんやろうけど、マニアとして面白いことが、正直ちょっと知識がなくて城を見ても何も思えないし、ちょっとね。で、原爆ドーム、平和資料館、やっぱ何回でも行くべき
ところですし、日本ね、その原爆を落とされた唯一の国やから、まあ、そこはなんかバカにしてないけど、学ぶべきところだと思う。何回でも行くべきだと思う。でもね、ちょっと日帰り旅行でね、ゼミ旅行めちゃくちゃ楽しいよ。ゼミ旅行ってなんか僕としてすごくね、キラキラしてて楽しそうなね、イメージがあるんですけど、それでその原爆ドームと平和資料館行くっていうのがね、自腹で新幹線代払わされて行くところじゃなくない？行くところじゃなくないというか、いやなんかその行きたくなくない？それでっていう。だから最悪や、広島やって言ったんですよ。で、やっぱみんなね、その平和資料館とか原爆ドームで広島には悲惨な歴史が残ってるということで、あんま言わないじゃないですか、広島最悪やとか。言いにくいと思うんですけど、僕は言うよ。うん。いや、その僕は言うよ。広島って、正直、その宮島、平和資料館、呉、尾道、やから、うん、やから、だから、その、続きは言わないけど、ちょっと僕はね、そう思ってしまいました。これ僕がね、未熟です。僕、未熟だから、ですよ。だから言ってください。僕は未熟だ、と。言ってください。でもね、ちょっとね、日帰りゼミ旅行で、広島は、ちょっと最悪やと思ってしまいましたね。最悪やな、って。だったらまだ京都とかの方が良かったかな。全然日帰りやったら別に近い方がいいかな。京都とか。前年は名古屋行ったらしいです。名古屋で犬山城見たとか言ってたかな。城かいと思ったんですけど。城やめてくれへんかな。まず城を中心に考えるの。いや、近現代史とはいえ、ちょっとなんか、じゃあ東京かな？行けるよ。なんか、東京はちょっと遠いかなと思いまして、とか言ってたけど、先生。東京行けるよ、日帰りで2時間半。9時ぐらいに出たら11時に着くじゃん。で、まあ、5時間ぐらい観光したらね、4時ぐらいか。4時ぐらいにね、解散したらいいやん。ね。いやー、東京の方がまだ良かったかなー。なんかさ、広島のね、その新幹線って言ってたしな、まず。なんで新幹線で行かなあかんねんと思ったけど。ね、いや、ってことで、僕はあの、その原爆とか、その平和資料館とかが思んないとかそういうことじゃなくて、そうやっぱ何回でも行くべきところやと思うし、学ぶべきところやと思うし、悲しいことがあった。悲惨なことがあった。で、後世に語り継ぐべき。本当に許しちゃいけないと思う。そういう原爆投下とか、そういう戦争は良くないこと。ね。平和大切にしていきたい。思ってますけど、ちょっと2回目で、ゼミ旅行で、その交通費自腹、ちょっとそれで行くとこじゃないというか、きついなと思いました。それだけです。最初言いたかったのは。だから最悪や広島やっていうことですね。じゃああんまみんな最悪や広島やとか言わんと思うんです。言いにくいと思うんですけど、いや、その平和資料館とかを一回抜きにしてね、抜きにして考えてみると、やっぱちょっと広島2回も行くとこちゃうよなっていうとこは思いましたね。広島市ね。まあ宮島は何回行っても楽しいかな。まあ、うん。でもちょっと2回も行くとこちゃうというか、そう、ゼミ旅行で2回目じゃないなっていう。2回、うん。初めて行くところでゼミ旅行やとまだわかるんですけど、僕2回目で、それがゼミ旅行かって。あ、でまあ、追加で言うと僕ゼミに友達じゃなくて、それもあるけどね。その人たちと回るとこちゃうなっていう。鎌倉とかあったんちゃうなとか思うんですけどね。いろいろ楽しそうなとこね。はい。日本全国つつうらうら考えて広島広島と思いました。はい。ってことで、すば長くなったし、まあ広島のね、方はちょっと不快に思われると思うんですけど、ちょっとね、そう思ってしまいました。はい。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。